はい、皆様こんにちは、友人でございます。本日もプラネットズーの続きやってまいります。前回はですね、こちらのアムールトラさんの飼育エリア作りました。まあその過程でね、柵を越えられてしまうというハプニングもありましたが、今はですね、なんとかこうして安定した生活ができておりますね。なかなか特殊な歩き方をしておりますが、まあゲームなんでね、そういうこともあるでしょう。それで本編に入る前にちょっと一つだけ、この前ですね、ついに私のチャンネルが、登録者数1000人超えました。いやー、ありがとうございます。このチャンネルをね、始めてちょうど4ヶ月なんですけれども、ついにね、ここまで来たんだなという、ある種の達成感がある一方で、ここまでやったからにはもっといろんなことをやって、いろんな人にね、見てもらいたいなという思いも生まれました。それでこれを機にですね、私ツイッターのアカウントを再開させることにしました。そう、再開なんですよね。どういうことかと言いますと、私ね、このチャンネルをね、開設したタイミングでツイッターも合わせて一応始めたのですが、恥ずかしいことにね、登録していたメールアドレスとパスワードを忘れたと。そう、そのせいでね、ログインできない状態のままずっとね、放置してしまっていたわけなんです。さすがにそれはまずいと、そう思ったので、また新しくね、作ることにしました。こちらのアカウントになりますので、皆さんこの動画の概要欄にね、URL 貼っておきますので、そこからぜひお願いいたします。さあ、それではやってまいりましょう。本日はですね、前回の動画で告知した通り、ユキヒョウさんの飼育エリアを作っていこうと思います。はい、こちらがユキヒョウさんですね。いや、もう可愛いね、本当に。猫飼っていいよね、本当に。なんていうんですか、この体のフォルムが全体的にこうまん丸い感じじゃないですか。なんとなく分かっていただけます？なんかそういうのがね、好きなんですよ、私。そういうの、このユキヒョウさんの特に好きなところって、そのまん丸い尻尾と耳なんです。後でちょっと見ていただきたいんですけれども、すんごくね、可愛い。ユキヒョウさんはですね、ただ可愛いだけじゃないんですよ。もちろんものすごい能力も持っていらっしゃいます。毛皮が非常に厚く、断熱効果が高いため、マイナス25度以下の気温に快適に耐えることができる。主に羊、鳥、げっ歯類をね、捕まえて食べると。ただしかしね、人の手によって絶滅の危機に瀕している種でもありますと。家畜を守るためにどうしても農民に駆除されることがあり、その毛皮や漢方薬の素材として重宝される体の部位、これを手に入れるために、人によって狩猟されると。あと環境悪化による、獲物の減少も彼らの絶滅の危機に瀕しているという理由の一つだそうですね。続いて彼らの社会性を見ていきましょう。彼らはですね、前回飼育したアムールトラさんと同様で、基本的にソロ活動、ソロプレイです。ただし子供と暮らす際はですね、母親が一緒についてくれると。まあほとんどアムールトラさんたちと同じ感じですね。うん、ですので今回もとりあえず1匹だけ購入して、飼育エリアを作って様子を見てみましょう。はい、マーケットにやってまいりました。ただいま出品されてるのはこの6匹だけになりますね。うん、いろんな子が出品されておりますね。まあでも一番上を除いて大体2000保護クレジット以下で購入できると。そうだな。じゃあこの子にしましょうか。割と数値も高めですし、そんなに高くもないのでちょうどいいかもしれませんね。じゃあ購入。よし、そしたらユキヒョウさんを入れるために、飼育エリア作ってまいります。さて、まず最初に場所なのですが、ですね、この辺りですね、この辺りに作ろうと思います。そうしましたら、まず最初にこんな感じで歩道を敷いていきます。で、一応ね、アムールトラさんをね、下から見れるような歩道も作っておいて、こんな感じかな。うん、OKOK、いいですね。こうやって見たときに、左側にアムールトラさんがいて、右側にユキヒョウさんがいるという形を作っていきましょう。そしたら先にちょっと地形をくぼませましてと。よし、こんなもんでいいでしょうかね。うん、よし、OK。続いて、フェンスを取り付けてまいります。とりあえずですね、こんな感じで、道路に沿うように立てて、ご覧のように、外周部分をフェンスで固めちゃいましょう。どうでしょうかね。広いな。広すぎるな。ちょっとやめよう。はい、こんな感じで少し狭くしました。今回はですね、少し地面の高さを低くしまして、お客さんがですね、また上からこう見下ろすことができるようなタイプにしております。
したらですね、雪を地面にまんべんなく、こんな感じでいいかな。よし、OK。そしてその雪をキープするためのクーラーを設置。続いて植物を植えていきます。アジア大陸のタイガの地域に生えている植物を植えていくのですが、そしたらまずそうだな、このダフリアカラマツの木を植えていきましょうか。この辺りにとりあえず散らす感じに置いといてと。こんなもんでいいかな。よし、OK。ヒマラヤ杉もちょっと植えておきましょうか。そしたらこの辺りに3本ぐらい植えときゃいいかな。うん、OK。続いて、岩ですね。岩を設置してまいります。こんな感じでパッと置いてて、ちょっと地面の色と被るんで、あんまり違いがわからないかもしれませんが、こんな感じでパッと。はい、出来上がりました。こんな感じで、ぐるりとね、岩の壁を一周作りました。そしたらこの飼育エリアの中にもですね、アクセントとして、こういうね、岩をちょっと散らすようにね、つけていきます。はい、こんな感じですね。うん、よしよしよし、オッケーオッケー。あ、そうでした。彼らのハードシェルターを作ってあげましょうか。とりあえず屋根になる部分を岩で作りまして、はい、こんな感じですね。 OKOK。 さすがにこれだと狭いので、ちょっと工程が見えづらいかもしれませんが、こうして平坦化させて奥行きを作ってあげます。はい、どうでしょうか。こんな感じですね。これならね、だいぶ広いはずです。うん。そしたら寝床をとりあえず2箇所設置してと。そして、充実品も置いていきます。ユキヒョウさんもですね、どうやら登る習性がありますので、なんかね、登れる丸太とか置いてあげましょうか。登る姿を見てみたいですからね。そしたらこうして、でその上にちょっと広めの丸太を置いて、とりあえずここに餌入れを置いてあげましょう。こんな感じですね。こうして丸太の上にね、餌場を作ることで食事をしているところをね、はっきり見やすくする、そういう効果があると思います。そしたらさらにちょっと伸ばしていって、もう一箇所この辺りにも設置で、ちょっと支柱も立てておいて、よし、 OKOK。 いいね。この上にもなんか置いてあげよう。爪研ぎ棒とか置いてみる。ここでね、彼らが爪を研ぐ瞬間を猛烈にアピールする、そんな感じにしてみようか。じゃあここにポン。おお、いいですね。なんかそびえ立ってるって感じですね。うん。でもうちょっと伸ばして、ここにもなんか置いてあげようかな。そしたらちょっとここに擦りつけパッドを置いたり、あと段ボールもちょっと置いてみましょうか。こんな感じかな。うん、いいね。そしたらその他充実品を置いてあげて、はい、こんな感じでですね、彼らの、お食事場所と、あと遊び場所ですね、これらが完成いたしました。そうしましたら最後にもうちょっとだけ植物を追加しまして、はい、というわけで完成いたしました。いや、今回もいい感じのができたと思います。それではね、早速ユキヒョウさんをこの中に入れてみようか。じゃあここにポンと。さあ、やってまいりました。ドーン、ようこそいらっしゃいませ。ユキヒョウさんでございます。いやー、なんかお久しぶりって感じですね。うん、一番最初に作った動物園以来ですね。おお、早速登ってくれた。いやー、いいですね。この夕暮れ時のユキヒョウさんってなかなか味がありますね。うん、今はあれかな、しばらくここでゆっくりしてる感じなのかな。おお、すごい。あ、なるほど、こういう木も登れちゃうんだね。そうな、な、あ、おい、あれ、もしかして、やばい、これはまさか。ちょっと待って、あなた、ダメよ、それだけはダメ。あー、おー、おー、おー、引き返した、引き、うん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 、ちょっと怪しいラインにいます。あ、あ、ついに、はあ、あー、警報音が鳴った、危険な動物が逃げた、緊急捕獲。はい、という感じでですね、設計上のミスが今出てきましたね。このヒマラヤ杉を登っちゃうんだね、この子はね。そうか、じゃあちょっと場所変えましょうか。もうちょっと登っても大丈夫な場所、この辺りにしようか。
はい、ということでですね、振り出しに戻ってしまいました。ゆきひょうさん、こんにちは。いや、せっかくね、君はすごく頭を使ってね、いい脱出劇を見せてくれたんだけどね、私がね、お金を使ってしまえば簡単に箱の中に入るんです。まあそうは言ってもね、ある種ね、そこがね、猫科のいいところでもあるんですよね。いろんなものにね、こう器用によじ登ることができるっていうのが彼らの最大の特徴であり、魅力的なところでもありますんで、やはりそういうところがね、一つ彼らの人気な点なんでしょうね。おや、まさかまたあなた脱出ルート見つけちゃった。脱出ルート見つけたね。やるねこの子。あー、まただ。緊急報告。どうやら今回私が作ったシグエリア結構欠陥があるみたいですね。もうちょっと作り直そうか。とりあえずシンプルにこの辺の壁を高くしておけば、さっきみたいな脱出劇は起きないだろう。きっと岩の壁がね、低かったからに違いない。これだけね、高くしとけばなんとかなるでしょう。はい、ようこそいらっしゃいませ。また振り出しに戻ってしまいましたね。今度はどんな脱出劇を見せてくれるのか逆に楽しみになってきたな。様子が落ち着いている今のうちに、ちょっとこの子のね、順応度を見ていきましょう。総合的に見ると 89%。 栄養と飼育エリアの面で何かちょっと問題があるみたいですね。栄養はですね、どうやら前回のアムウルトラさんと同じで、その品質を上げてあげれば、解決できるものですね。ただしこの飼育エリアなのですが、植物が 0%。 ちょっとどういうことか調べてみましょうか。あー、すげえ、これ真っ赤っかだこれ。なるほど、木を減らす必要があるんですね。言われてみればね、確かになんかめちゃくちゃ多い気もしますからね。ちょっと減らしてあげましょうか。はい、どうでしょうか。ちょっとね、植物を減らしました。そのおかげでご覧のように、植物範囲の、数値がですね、共にグリーンの状態になりました。あとは先ほど言ったように餌の品質を上げることで、純濃度を 100% にできそうですね。しかし餌の品質を上げるにはですね、その動物の研究を進める必要があります。ゆきひょうさんはご覧の通り何の研究もまだされていない状態ですので、じゃあ一人研究員を配置して研究させておきましょう。お、いいですね。シェルターの様子を見に来てくれたのかな。さあいいのよ、安心して遠慮なくここで寝てくださいな。あなたの寝る姿を私は見たいの。あ、ちょうどいいや。あの、ちょっと注目していただきたいのですけれども、先ほど動画の冒頭で言ったあの丸みを帯びた感じ、このちょっと丸い感じの耳、そしてこのね、太い尻尾、いや本当にね、ちょっとね、触りたくなっちゃうよね。お、早速6人家族のお客さんがやってきてくれましたね。どっちを見るのかな。アムルトラさんも目の前にいるんだよね。おー、いいですね。若干遠目ではございますが、家族みんなで見ていますね。いいですね。お、いいですね。続々ユキヒョウさんを見にお客さんたちが集まってきました。ちょっとフェンスがあったりして若干見づらいかもしれませんが、まあ皆さんユキヒョウさんを見て楽しんでいただけているようですね。この調子でユキヒョウさんの人気がどん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 上がってくれたらいいなと思っております。はい、皆様いかがでしたでしょうか。本日はですね、ご覧のようなユキヒョウさんたちの飼育エリアを作りました。前回に引き続き、猫科のね、動物を導入したことで、このエリア一帯がですね、なんか猫科の動物ゾーンみたいな感じになりましたね。まあそれはそれでいいと思いますけれども、次回はですね、新しい動物というよりちょっとね、この辺りですね、何も動物さんが入れられていないこのグリーンゾーンですね、ここをちょっとどうにかしようかなというふうに考えております。それでは次回の動画もぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。ああ、そうだ、チャンネル登録者数がね、1000人いったんで、ちょっと行ってみたいことがあったんですよね。ここはね、YouTuber らしく、皆さん、チャンネル登録と高評価ボタンの方、ぜひよろしくお願いいたします。それでは。